おはようございます、あるいはこんにちは、もしくはこんばんは。うるおうリコメンド、うるりこの宮崎と申します。今回はですね、少女漫画家の草分け水野秀子さんが、あの時和荘で暮らしてですね、石森章太郎さんと赤塚不二夫さんと3人で合作をした時の思い出を語る音声をお届けします。で、石森さんと赤塚さんはですね、お二人で泉飛鳥という名義で合作をされておりましたんですけども、そこに水野さんが加わってユーマイヤという3人での合作名義ができました。で、これはですね、時和荘の外観を復元して2020年にオープンしました豊島区立時和荘漫画ミュージアムで、2人の絆、石森章太郎と赤塚不二夫という特別企画展がですね、2024年の3月24日まで開かれておりまして、先日その内覧会にですね、水野さんがお越しになった時の音声です。ところどころ質問部分を私宮崎が補ったりですね、ノイズなどで聞き取りにくい部分もあるんですけれども、よかったら貴重な音声をお聞きになってください。兵庫通信の近藤です。よろしくお願いします。水野先生から見て、赤塚さんと石森さんの漫画家としてこうすごいところというのを教えていただきたいのとですね、時和荘で一緒にこう合作して暮らしているときに、お二人からこう漫画の描き方とかで教えていただいたこと、役に立ったことがあれば教えてください。漫画を教えていただくということは全くありませんでした。というのも、皆さん描いているのを見ていれば、どういうふうに描くものなのか、そういうものが初めて分かったんですよ。当時漫画を描く人たちっていうのは本当に周りには誰もいなくって、完全独学だったんですね。だけど実際に描いてる人たちがそばでやってるのを見るっていうのは本当に初めてだったんで、教えていただく必要もなく見てれば分かるわけです。ですから何も教えてとか何とか言いませんでした。これはこういうふうに使うものだったのかとか、器具の使い方もわからなかったんですね。とか、それと表現の仕方、書き方、ペンの使い方、みんなもう目の前でお二人が書いてらっしゃるわけですから、もう聞くまでもない。もうその場で分かっちゃうわけです。なんかもう何も言わずとも、いるだけで勉強になったというところがあります。で、水野先生から見て、その石森さんと赤塚さんの、漫画の魅力とか凄さっていうのを、それぞれ教えていただきたいんですけど。石森さんの大胆さというのは、もう漫画少年の高校時代から、そのままなんていうか、現れておりまして、今までに見たこともないような、絵柄とか、構図とか、というものを使っていらっしゃいました。非常に斬新で、しかも面白かった。で、赤塚さんはちょっと数が少なかったので、正直あまり印象はなかったんですけれど、こちらに来てから、お客様に来てからはもう、彼がすごい腕を持っているということが分かりまして、初期の頃のバックな、繊細な、細かな絵ですね。あれはもうね、全部赤塚さんが描いてらっしゃるんですよ。それで、後の何ですか、ギャグ漫画に移られてから、単純な、なんていうか、ケモンパスとかなんとかで笑わせる、絵だけで笑わせるような、そういうあれとはまた違って、完全になんか写実的な絵をね、綿密に描かれる方だったんです。それで要するに私たちの、主人公とか人物などを、描いた後の総仕上げみたいなことをやってくださってまして、で、この方もすごい画力を持ってるんだなということがよくわかりました。石森さんは大胆さ、それから、思いつかなかったような表現の仕方、というようなことを、もう目の前でどんどんこう繰り広げられていくわけですね。私が仕事を一緒にしてるとき。なんか、これは本当にもう、いるだけで、勉強になるという感じでした。石森さんと赤塚さん、水野さんのユーマイヤ時代なんですが、この合作の役割分担はどのように決められたのでしょうか。この役割分担というのは、主人公の男女を私が描くというのはいつも決まった形になっておりまして、
これはやっぱり少女雑誌だったので、かわいい、それから綺麗というようなことが要求されたわけです。で、男性が女性を描いてもどうもいまいち可愛くないとかいうようなところがありました。で、私がその役割をいただきましたというのは、まあ、自然なことだったのかなと思うんです。で、大体これ丸山さんが編集のお二人ともで決められたことではないかと思いますが、あとは石森さんの、個性ですね、持っている表現力とか、とにかくいろんな発案を思いがけないようなことをするタイプの人ということで、徐々に決まっていったものだと思います。で、ネーム構成、小回り、その他のもうほとんどがあと絵を入れればいいという、状態のところまでいつも石森さんがやってましたの でこれ石森さんがやっぱりその才能があったので、非常に面白いものを描くということがあったので、これも完全に誰が何も言わなくとも決まっちゃったということかと思います。ですから、あとは赤塚さんの細密な、あの頃というか後ほどは考えられもしないような細密な写実的な絵、これはもう背景に描かすことはできないので、自然にできたことではないかな。で、丸山さんね、まあおそらく相談みなどしたと思いますけれど、私は上京してきてポッと座ってただけなんですよ。ですから自然な時期に決まったそれぞれの個性を使ったということだと思います。途中丸山さんというお名前が出てきましたけれども、これはですね、手塚治虫さんを担当されて、それから石ノ森さん、赤塚さん、水野さんらを担当された有名な編集者のですね、丸山明さんのことを指しております。石ノ森さんと赤塚さんはよく映画を見に行っていたそうなんですけれども、というお話です。もう映画の話は漫画の話よりも数多くいたしておりましたもう仕事が終わったから映画に行こう、それからちょっと暇があるから行こう、始まる前に行こう映画の生活でして、とにかく映画が当時は唯一の娯楽みたいなところがあったんですよ。テレビもなかったし、からビデオもなかったし、映画が一番なんていうのかな、楽しみと同時に私たちには非常に仕事にとっての参考になるものだったんです。というのは、当時はいろいろ資料になるようなものもあんまりなかった時代で、ところが映画はいろんな時代のいろんなものだったので、これは他のものでは見ることができない知識をいろいろ与えてくれるわけですね。で、もう一つ、私たちが絵を描くということは、物事、映画と同じように動いてる感じを出して描かなければなりません。で、その場合、普通写真だったら、広告なんかで車で一番こうかっこいい、面だけ映しますでしょ。だいたいお尻は映しませんよね。ところが私たち、お尻も、低かった裏側も描かなければならないようなことがあるわけです。で、映画は動いてくれるので、そこは全面見せてくれるわけです。参考になるんですよ、何にしても。まあ、そういう、いろんな意味で、まずは楽しみ、それからストーリーやアイデアのヒントを得ること、それから参考になるというようなことが、まあ、ずっと、頃としては一番重要なものとしてあったもんで、で、まあ、とにかく映画の話だったら、みんな乗りに乗って、もうずっといくらでも少ないような話をしてましたけど、大体私が見てたのは、洋画が主で、やっぱり自分たちの知らない世界を見たかったわけです。で、邦画はね、黒澤明のだったら必ず見に行ってました。他のものは、あまり、見ませんでした。洋画と黒澤。ね、とにかく非常にヒントを与えてくれるものでしたので、もう映画みたいでした。漫画の話よりね、そっちの方が多かったんですよ。漫画の話はほとんどしません。
トキワ荘の共同炊事場でですね、石ノ森さんと赤塚さんは行水をしていたというお話が有名ですが、その思い出はいかがでしょうか。実は例の流しでの水浴は、私は残念ながら寝てたので見ておりません。真夜中だったようなので、後からその話を聞いて、まあ、ずっとこれ伝説になっておりますけど、あそこの台所というのはもうみんな共同ですから、空いてるところをとにかく使うというのがルールでしたので、これといって思い出というのはないんですけれど、あそこはですね、共同のもので、共同でみんなで一緒に使うという品物じゃなくて、みんなが自分のいるものを持って行って、用が済んだらまた持ち帰るという形でのあり方でした。ですからこれ、それ以外にこれといってはなかったんですけれど、まあ、とにかく、その行水はぜひとも拝見したかったのですが、残念ながら見えなかったことで。編集の丸山明さんはなぜ3人に合作をさせたんでしょうか。ビューマイヤーの企画がなぜ生まれたかというと、これお二人だけの、何でしたっけ、泉明日香、はい、というお仕事のがこれまでお二人だけの詩、合作ですよね。でその後にまた私たちのゆうまやを企画したというのは、そう、実は当時少女ものの漫画を描ける人たちがいなかったんです。それで書き手がほとんど男性ばかりだったし、で少女らしさをね、埋める人たちが、ね、書き手が少なかったので、それで書き手を増やそうということで、泉明日香で一で作家を作る、それからじゃあこれうまくいったから次はもう一人私がいるから加えて3名でユーマヤという書き手を一人作る、で2人増えた、でまあとにかくどんどんそういう形で、例えば当時少女誌というのが今からが何ていうか成長期でしたから、そういうことでとにかく書き手を増やそうという企画だったんです。でいずれもまあおかげさまで人気は良かった。でまあそれが続いたわけですけれど、今度はちょっと少年のものなんかが非常に雑誌が増えてきまして、他の方たちもとても忙しくなり始めたんですね。それで、合作っていうのはね、結構手間かかるんです。3人でやるから3番早くなるかって言ったら絶対そうじゃなくて逆に遅れちゃうんですよ。というのがあれやこれやとお互い検討し合いながら書いていて、ああでもないこうでもない、あとはお楽しみが入っちゃうんですよね。ちょっとしたいたずらとか、こうしたら面白いぞとかいうようなのが入るので、結構時間食ってね、逆に遅れてしまうんです。要するにお楽しみ仕事。そろそろみんな個人の仕事が増えてきて、忙しくなってきたので、それを続けてることができなくなってしまったんです。それで、合作が徐々に、もう、書けなくなってしまう。だからしょうがない。言う前はもう、そのうち、ひのりさんが忙しくなってきて、もう、俺一人で書くよって言い始めたんですよ。それで、解消になってしまいました。というようなことです。始まりはとにかく作家を増やそうという編集部の方の企画だったようです。今日、一晩にご覧になって、改めて感想を。すごくなんか懐かしい。なんていうかな、当時の、人の優しさみたいなものが、とてもやっぱり感じられるわけでした。とても素晴らしいと思います。もうちょっと見たい。漫画家水野秀子さんが、トキワ荘での石ノ森章太郎さんと赤塚不二夫さんとの合作の思い出を語るお話を聞いていただきました。お聞きくださりありがとうございました。それでは今日もうるうるっとした一日をお過ごしください。